候変動に関する国際会議 COP26 が開かれているイギリスで若者たちが大規模なデモを行いました。環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんも参加し、コップは失敗だと批判しました。これデモ行進の先頭集団でスウェーデンの活動家グレタさんが活動しています。声を上げています。スマートフォン型で声を上げています。5日に行われたデモ行進には世界中から集まった若者らおよそ2万5000人が参加しました。参加者は市街地を練り歩き、世界各国の首脳に対して速やかに気候変動対策を実行に移すよう求めました。自分に声を上げる責任があると思ってここにいます。いろんな国の人たちに日本の政策の問題点を伝えるとともに、市民の力によって世界を変えるための一歩にするためにやっぱりここに来て、こうやって日本のみんなと一緒になんか歩いている。集会ではグレタさんが COP26 が失敗なのは誰もが知っている、いつも通り2週間に及ぶビジネスマンの長い祭典だと切り捨てました。大規模なデモは6日も予定されています。